ちゃ暗い。今は朝の4時です。アーリーバードに今年はもう何回目かな、4回目か5回目の早朝スルーになります。だいたい5月末から6月にかけてね、もうすっかり暑くなってくるんでよく行きます。アーリーバードというのはですね、日の出とともにゴルフを始め、だいたい9時ぐらい、9時10時前には終わってしまうというゴルフです。ただ眠い、眠さとの戦いですね。今から1時間後ゴルフ場に着いて、その様子をまた撮影したいと思います。どこのゴルフ場に行くかはお楽しみです。バイバイ。おはようございます。4時50分です。今日は千葉にある柿の木台コースにやってきました。一人です。今日は女子がいませんので一人です。朝は空気が新鮮です。だいぶ目も覚めてきてやる気満々です。アーリーバードはね、ちょっと朝露とかもあってね、グリーンが遅いんですが、しっかりパターを打ちたいと思います。アーリーは体が重い、だから朝からしっかりいつもより大きく振りしていたほうがいいですね。お願いします。ここはボギー狙いで、左に引っ掛けないようにしましょう。なんかあれが気になる、ナイターのやつ、ナイターの電気が気になる。危ない、朝露だからちょっと強めにね。あれ、意外と転がるじゃん。え？ミスってもワンパット。よし、185ヤード5番ウッド。ここはなぜか人工芝です。ちょっと右だけど、あ、手前わかんない。あれは絶対逆だった、逆だった。かー、なんと打ち下ろしが20ヤードぐらいありそうなショートです。じゃん、125ヤードの打ち下ろし、果たして乗るのでしょうか。
今日はアリバードに来ています。朝が早くて折り返ししています。なんと今は7時18分です。後半の3ホール目にやってきました。前半はなんと42回でした。後半も43または42くらいで回りたいと思います。6番ホールにやってきました。残り4ホール。完璧だ。なんか下向いてるといいね。今はちょっと弱かったけど。さてセカンド地点にやってまいりました。残り146の上げ上げです。ほら左は危険。止まっちゃうか。お、行っちゃった。行っちゃいました。あ、ちょっと全然違うじゃん。最初から全然違うじゃんか。びっくりしちゃった。お疲れ様でした。8時57分ゴルフが終了しました。早いです。もう終わりました。はい。でスコアは4243。まあ一発ねちょっと池に入れちゃったんでそんな感じの85でした。まあまあ朝早くからやって上出来ではないかと思っています。もう帰れます。10時半には都内に着いちゃいます。すごいですね。皆さんもぜひ朝早いですがアーリーバード有効活用してほしいなと思います。私は帰って準備してまた夜仕事に行きます。今日はね前入りだけだからそんなあれなんですが、はい。ではアーリーバードの感想でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。